な入場。右から登場ホームベガルタ仙台、左から登場は崖っぷちのアウェー大宮アルディージャ。さあまもなく試合が始まろうというところです。普段はバラダとカウエというボランチコンビが今日は大山と金沢というコンビに変わっています。センターバックも今日は山越と高山、大きくメンバーを入れ替えてきています。小林のクロス巻いてきます。ゴール前どうか、突っ込んできましたが、しかし合いませんでした。石原、もう今の出方の良さですよね。さあゴールからは30メートルほどでしょうか。大山ですよね。はい、大山直接来た、うん、バーに当たりました。いいボールを蹴ってきました。 大山です。パンチング加藤、今シーズンの全52失点のうちの20点がセットプレーから大宮を失っています。もう一度拾ったハチスカ、低いクロス、ニアサイドでスラスル、どうだ、仙台先制。低いボールにニアで合わせてきました。ハチスカのクロスから、まあシュートというよりは流すからなんとかしてという意図のように見えますけどね。なんか頭に薄く当てたような、はい、左利き、右で狙っていきました。キーパー加藤の正面、とにかくミドルレンジからもどんどんゴールを狙っていく、ゴールへの意識が高い選手です、野津田。そうですね、その野津田からサイドへ、そして上がってきた奥野、もう一度野津田、足にはしかし合いませんでしたが諦めませんでした。石原サイドに出して小林、さあどうする、グランダーだ、どうだ、2点目、仙台に2点目。野津田これ諦めませんでした。で石原から小林に出て、ここで大宮の選手になってますかね。横谷ヘディング、どうだ、バーの上、江坂のヘディングはバーの上です。奥野から三田、西村から野津田、そしてもう一度三田、シュート、3点目、三田のミドルシュート、仙台3点目。ボランチの三田が得意の左足、ミドルレンジから狙っていきました。鮮やかなボールで3点目です。ドリブルで上がっていきます。なおも上がっていく、さあ後ろからまた三田が来る、サイドへ八塚クロス、うん、シュート、今度はしかし枠を捉えられませんでした。ここも中に多くの人数が関わってきます。仙台決定的ですよね、もういいタイミングで関わってですよね。もサイドからです、はい、ここもまたワンタッチできましたからね、奥井が行く、はい、奪って早くゴールですけどもね、なかなか奪えません。あ、ファールです。大山のファールでイエローカード。そうですね、大山2枚目ですよね。大宮、あ、これで今日もまた大宮10人での戦いを強いられます。大山今日2枚目退場です。
くるクリスラン、まだある、平岡のシュートは左です。残っていた平岡のシュートでした。クリスラン、加藤キャッチ、ここで笛が鳴りました。試合終了、3対0、ホームでベガルタ仙台が勝ちました。5試合ぶりの勝ち点3を手にしています。そして大宮アルディージャは残留争い厳しい中、0対3の敗戦。石井新体制のもと勝ち星を奪うことはできませんでした。